アーサー・コーンバーグは、アメリカ合衆国の生科学者で、DNA の生合成のメカニズムを解明し、ニューヨーク大学のセベロ・オッチョアと共に1959年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。1962年に、イエシーバー大学から LHD 学位を得た。彼は、生科学の中でも、酵素化学や DNA の生合成、動物、植物、 微生物、ウイルスの遺伝を支配する拡散の研究を主に行った。彼は、ジョセフ・コーンバーグとレナ・コーンバーグの息子として、ニューヨークで生まれた。両親は、現在は、ポーランド領となっているガリツヤから、結婚前の1900年に移ってきた移民である。彼の父方の祖父は、他人の名義を使って、徴兵を逃れるために、生を、クーエラーから、コーンバーグへ変更した。 ジョセフは1904年にレナカッツと結婚した。彼は30年近くニューヨーク西岸のミシン屋で働いていたが健康を崩してからはブルックリンで工具店を開いた。アーサーは9歳の時からこの店で店番をするようになった。ジョセフは公的な教育は全く受けていなかったにもかかわらず少なくとも6カ国語を話した。アーサー・コーンバーグは エイブラハム・リムカーン高校を卒業した後、ニューヨークのニューヨーク市立大学シティカレッジに入学した。ここで1937年に理学士を取得し、1941年にロチェスター大学医学部を卒業し、医師免許を取得した。コーンバーグは、血中のビリルビンの濃度が上昇する、ジルベール症候群として知られる軽い横断にかかった。彼は、 医学部の学友とこの病気の発症率を調査し、1942年に初めての論文としてまとめた。彼は1941年から42年の間にニューヨーク州ロチェスターのストロングメモリアル病院で臨床研修を行った。研修が終了すると、彼は1942年に大医としてアメリカ沿岸警備隊に入隊し、戦医として働いた。 アメリカ国立衛生研究所のローラダイヤーが彼の論文を読み、彼を研究所に招いた。1942年から45年にかけて、コーンバーグはラットに特定の物質を与え、新しいビタミンを探す研究を行った。彼にとって、ラットに餌を与えるのは退屈な仕事であり、彼は次第に酵素に魅力を感じていった。 彼は1946年にニューヨーク大学のセベロ・オチョアの研究室に移り、酵素の生成に必要な有機化学、物理化学の知識を補うために、コロンビア大学のサマーコースに通った。彼は1947年から53年まで NIH の酵素、代謝部門の長を務め、などやナドップからの ATP の生合成の研究を行った。この研究が、 さらに単純な分子である DNA の生合成の研究につながった。1953年、彼はミズーリ州セントルイスワシントン大学の教授となり、1959年まで務めた。ここでも彼は DNA の合成に関わる酵素の研究を行った。1956年、彼は DNA ポリメラーゼイチとして知られる初めての DNA 合成構想を単理し、この業績で1959年度のノーベル、生理学、医学賞を受賞した。彼は1960年にニューヨーク市立大学シティカレッジで法学博士を取得し、1962年にはロチェスター大学で理学博士を取得した。1959年からは、 スタンフォード大学の生科学の教授を務めた。コーンバーグの母親は、1939年に、胆のの手術を受けた後、クロストリジウム属細菌の画法に感染して、ガスエソのために亡くなった。これがきっかけで、彼は、その後、画法の研究に一生を捧げた。1962年から70年にかけて、コーンバーグは、 DNA 整合成の研究を行う傍らで DNA が複製子画法に入る機構や画法から新しく増殖型の細胞ができる気候の研究も行った。これは流行の研究ではなかったが難しい問題でいくつかの進歩が見られたもののコーンバーグは後に諦めてしまった。1999年に建設されたロチェスター大学のアーサー・コーンバーグ医学研究所は 彼の名前を冠したものである。2007年に死去する直前まで、スタンフォード大学で研究を行い、学術論文をレビューしたり、論文を定期的に発表していた。この頃の研究の対象は、無機ポリリン酸塩の代謝であった。コーンバーグは、生科学者のシルビールスレビと1943年11月21日に結婚した。彼女は、 コーンバーグと近い分野で研究を行い DNA 合成酵素の発見にも大きく貢献した。コーンバーグがノーベル賞を受賞すると彼女は新聞に私の賞が奪われたというコメントを寄せた。彼らには3人の子供がいる。1947年に生まれた長男のロジャー・コーンバーグはスタンフォード大学の構造生物学の教授で 2006年にノーベル科学賞を受賞している。1948年に生まれた次男のトーマス・コーンバーグは DNA ポリメラーゼ2及び3の発見者でカリフォルニア大学サンフランシスコ校の生科学者である。1950年生まれの三男、ケネス・コーンバーグは研究所専門の建築家である。シルビーは1986年に死去し、 アーサー・コーンバーグは1988年にシャーリーン・ワルシュ・レブリングと再婚した。シャーリーンも1995年に死去し、アーサーは1998年12月にキャロリン・ディクソンと再再婚した。彼は80歳を超えても週に何日かはスタンフォード大学に出勤していた。2007年10月26日、呼吸不全のため89歳で死去した。 ありがとうございます。